第45回スーパーボウルは、ピッツバーグスティーラーズとグリーンベイパッカーズの間で、争われた45回目の NFL スーパーボウルで、あり、2011年2月6日に、テキサス州アーリントンにある、カウボーイズスタジアムで開催された。試合は、NFC 第6シードから勝ち上がったパッカーズが31から25で AFC 第2シードから勝ち上がった、スティーラーズを下した。 MVP は3タッチダウンパスを投げたパッカーズのクォーターバックアーロン・ロジャースが獲得した。大会の開催地にあたっては2007年5月の NFL オーナー会議でダラス、インディアナポリス、グレンデールが立候補していた。しかし先にグランデールの開催を取り下げ、最終的にはダラスとインディアナポリスとの一騎打ちとなり、投票の結果、ダラスに決定した。 ダラス及びダラスト市圏でスーパーボールが開催されるは初めてである。q b ロジャース LB マシューズグリーンベイパッカーズは10勝6敗でシーズンを終え NFC 第6シードとなった。ワイルドカード枠である第6シードのチームがスーパーボールに出場するのは第40回スーパーボールに出場したピッツバーグスティーラーズ以来で史上2回目のことでありプレイオフでは セキチで、カンファレンスの第1シード、第2シード、第3シードの3チームを破った2番目のチームにもなり、5回目のスーパーボール出場を果たした。オフェンスは、長年先発 QB を務めたブレッドファーブに代わり、先発 QB となって3年目のアーロン・ロジャースで、達成効率65.7%、3922ヤード、28td、11int、 QB レーティングは101.2の成績を残した。ロジャースはランでも356ヤード、4TD を上げた。グレッグ・ジェニングズが、チームトップの76回のレシーブで1265ヤード、12TD を上げるとともに、ジェームズ・ジョーンズが50回のレシーブで676ヤード、5TD、ドナルド・ドライバーが51回のレシーブで565ヤード、4TD、 ジョーディ・ネルソンが45回のレシーブで582ヤード、キックオフリターンで496ヤードを記録した。チームは第5週にその時点でチームのリーディングレシーバーであったテジャーマイケル・フィンリーを負傷で失った。前の2シーズンでそれぞれ1200ヤード以上を走ったライアン・グラントを第1週に負傷で失っており、 大役のブランドン・ジャクソンが703ヤードを走ると、共に43回のレシーブで342ヤード、FB ジョン・クーンが281ヤードを走った。オフェンスラインは11年目のベテランでプロボールに選ばれたタックルのチャドクリフトンに引きられた。ディフェンスはリーグ2位の平均15失点であった。ディフェンスラインはわずか11試合の出場にとどまったが、 7サックを挙げたカレン・ジェンキンス、6.5サックを挙げた BJ ラジの存在があり、ラインバッカーには、プロボールに選ばれたクレー・マ・シューズ三世が NFL4 位の13.5サック、AJ ホークは、チームトップの111タックル、3インターセプトを挙げた。セカンダリーでは3人が、プロボールに選ばれ、トラモン・ウィリアムズが、チームトップの6インターセプト、 ニック・コリンズが4インターセプト、70タックル、13年目のベテラン CB、チャールズ・ウッドソンが92タックル、5ファンブル・フォースにインターセプトを挙げた。パッカーズはこれまでのスーパーボールでは、カンザス・シティ・チーフス、オークランド・レイダース、ニュー・イングランド・ペー・トリオッツ、デンバー・ブロンコスと AFL 創設時のチームとの対戦であり、1933年に、 創設されており、AFL と NFL の統合前から NFL に所属しているチームとの対戦は初めてのことであった。QB ロスリスバーガー、SS ポラマルピッツバーグスティーラーズは12勝4敗でシーズンを終え、AFC 北地区で優勝、AFC 第2シードからスーパーボール8度目の出場を果たした。 これは、ダラスカウ・ボーイズに次いで、スーパーボール出場回数の最多対記録となった。7年目の QB ベン・ロスリス・バーガーが、開幕から4試合出場停止となったが、その間3勝1敗の成績を上げて、その後ロスリス・バーガーは先発 QB に復帰し、3200ヤードを投げて 17TD、5INT、QB レーティング97の成績を残すとともに、 176ヤードを走って 2td を上げた。マイク・ウォレスがチームトップとなる60回のレシーブで1257ヤード、10td を上げ、13年目のベテランハインズ・オードが59回のレシーブで755ヤード、5td を上げた。またテヒース・ミラーが42回のレシーブで512ヤードを獲得した。HB ・ラシャード・メンデンホールが チームのリーディングラッシャーであり、1273ヤードを走り、13td を上げるとともに、23回のレシーブを記録した。オフェンスラインは、唯一プロボールに選出されたルーキーのマーキス、パウンシーに統率されたが、彼は、AFC チャンピオンシップゲームで負傷し、スーパーボールではインアクティブとなった。 ディフェンスも強力で NFL トップの48サックを上げ、失点はリーグ最小の平均14.5点、平均乱喪失ヤードもリーグトップの62.8ヤード、トータル喪失ヤードもリーグ2位の276.8ヤードであった。ディフェンスラインはプロボールに選出されたブレッド・キーゼルに統率され、その後ろには4人の優れたラインバッカー、ラマー・ウッドリー。 ジェームズ・ハリソン、ジェームズ・ファリアー、ローレンス・ティモンズの存在があった。3年連続で、ウッドリーとハリソンは2桁サックを上げており、ウッドリーは3ファンブルフォース、ハリソンは6ファンブルフォースを記録した。ファリアーは109タックル、6サック、ティモンズはチームトップの135タックルを上げるとともに、3サック、2インターセプトを記録した。 セカンダリーは自己ベストの7インターセプトを挙げてプロボール及び NFL 最優秀守備選手にも選ばれたトロイ・ポラマルに率いられた。ヘッドコーチのマイク・トムリンは38歳の時に史上最年少でスーパーボールを制したコーチである。チームは AFL と NFL の統合後の1970年代、1980年代、1990年代、 2000年代、2010年代のすべての時代においてスーパーボール出場を果たしたチームとなった。スティーラーズはプレイオフ2試合を接戦で制した。ディビジョナルプレイオフでは同地区のライバルで第5シードのボルチモア・レイブンズと対戦、第3ダウン残り19ヤードからアントニオ・ブラウニエの58ヤードのパスを通し、残り1分33秒にメンデンホールの2ヤードの TD ランが決勝点となり、31から24で勝利した。この試合で、ロスリスバーガーは、226ヤードを投げてに TD、ディフェンスは3回のターンオーバーでボールを奪うとともにジョー、上フラッコを5回サックした。AFC チャンピオンシップゲームでは、第6シードのニューヨークジェッツを24から19で破った。前半チームは試合を完全に支配し、 24から0でハーフタイムを迎えたが第3球終了までに24から10と追い上げられ続くジェッツの攻撃では自陣2ヤード地点まで攻め込まれたが4回の攻撃を不正で TD を許さなかったさらにセーフティー TD を上げられたが最後は時間を消費し勝利したこの試合でメンデンホールが121ヤード 1TD 2レシーブで32ヤードを獲得した。パッカーズはプレイオフ初戦で第3シードのフィラデルフィアイーグルスに21から16で勝利した。残り1分を切ってからトラモン・ウィリアムズがエンドゾーン内でマイケル・ビッグのパスをインターセプト、ロジャースは180ヤードを投げて 3td を上げた。レギュラーシーズン中はわずか101ヤードしか走っていない。 ジェームズ・スタークスがこの試合で123ヤードを走った。続いて13勝3敗で、第1シードのアトランタ・ファルコンズとジョージアドームで対戦、キックオフリターン TD を許すなど、7から14とリードされたが、その後連続で35点を挙げるなど、48から21で勝利した。ロジャースは、 パス36回中31回成功、366ヤード、3td パス、1td ランの活躍、トラモン・ウィリアムズが 2int、そのうち1回は、リターン td を上げた。この試合では、パッカーズはパントを1回も蹴ることがなかった。NFC チャンピオンシップゲームでは、シカゴベアーズを21から14で破った。この試合ではロジャースはそれまでの2試合と違い、 成績は振るわず、0td に、2int に終わったものの、244ヤードを投げて、ラン td を上げた。またスタークスが74ヤードを走った。ディフェンスが、J カトラーから3インターセプト、新人のサムシールズが残り37秒で、自陣エンドゾーン内でのインターセプトを含む2、インターセプト、ラジが、インターセプトリターン td を上げた。 スティーラーズとパッカーズは2010年当時チアリーダーがいない6チームであり史上初めて両チームにチアリーダーがいない対戦となったパッカーズのラインマンブライアンブラガは21歳と322日とこれまでスーパーボウルに出場した最年少の選手となったシカゴベアーズのファンであるバラク・オバマ大統領は シカゴが勝利したら試合を観戦すると発言していた。1月23日の試合で、パッカーズがベアーズを破った試合後のロッカールームで、チャールズ・ウッドソンは、大統領が試合を見に来ないなら、スーパーボールで勝利して、俺たちがホワイトハウスを訪問して大統領に会いに行こうぜと発言した。1月26日にオバマは、グリーンベイを訪問し、市長とウィスコンシン州知事と面会。 オバマの名前の入った背番号1のジャージと、ウッドソンのサインの入ったジャージの2着を受け取った。オバマは試合を観戦しなかったが、同年8月11日、ウッド村の約束は実現され、チームはホワイトハウスを訪問し、オバマと会った。チームの訪問が遅れたのは、NFL がロックアウトとなったためであり、クリーブランド・ブラウンズとのプレシーズンゲーム前日となった。 オバマは大統領選挙戦を支援してもらったルーニー一家と親しくベアーズの次に好きなチームと公言しており第43回スーパーボールではスティーラーズを応援していた試合前のアメリカ国歌はクリスティーナ・アギレラが歌ったが国歌の歌詞を間違えるというトラブルが発生スタジアムでは特に問題とされなかったもののネット上では 歌詞の間違いに対する指摘や非難が集まり、後に本人が謝罪する事態となった。11月25日の NFL オンフォックス内にて、ブラックアイドピーズが、ブリジストン第45回、スーパーボールハーフタイムショーに出演することが、発表された。第19、パッカーズが、アーロン・ロジャースからジョーディ・ネルソンへの29ヤードの、TD パスで7から0と先制。 さらにベン・ロスリスバーガーのパスをニック・コリンズがインターセプト37ヤードのリターン TD で14から0とリードを広げた。第2球にスティーラーズは33ヤードの FG で14から3としたがジャレット・ブッシュのインターセプトでパッカーズが攻撃権を得るとそのドライブでグレッグ・ジェニングスへの21ヤードの TD パスが 成功し21から3となった。スティーラーズはその後、ハインズ・ウォードへの8ヤードの TD パスを成功させ、21から10でハーフタイムを迎えた。前半に、スティーラーズは、エマニュエル・サンダース、パッカーズは、チャールズ・ウッドソン、サム・シールズが負傷した。第3球に、スティーラーズは、 ラシャード・メンデンホールの8ヤードの TD ランで21から17と4点差に追い上げたが、52ヤードの FG を失敗した。第4球に、パッカーズは、クレーマシューズ3世がメンデンホールのファンブルを誘発、攻撃権を獲得するとジェニングスへの2本目の TD パスで28から17と11点差に、リードを広げた。スティーラーズは、 マイク・ウォレスへの25ヤードの TD パスを成功、2ポイントコンバージョンも成功させて28から25と3点差に迫った。残り7分以上で攻撃権を得たパッカーズは、時間を費やしながら、メイソン・クロスビーの23ヤードの FG で31から25とした。残り2分7秒で TD が必要となったスティーーズは、自13ヤードから攻撃を開始したが、 最後第4位ダウンギャンブルも失敗に終わりパッカーズが31から25で勝利した。全米でのテレビ中継はフォックスが担当し、国際映像は NFL ネットワークを通じて全世界に中継された。フォックスでの放送は実況に上バック、解説にはトロイ・エークマンが務めた。米国内での平均視聴率は46%。 世帯選挙率では69%を記録。平均視聴者数は1億1100万人となり、米国内におけるテレビ視聴者数の最高記録を更新した。試合終了後に放送されたグリーもシーズン最高の視聴者数を記録している。カナダ国内では CTV が FOX の映像で放映、BBCWQ でも放送された。 開催地となったカウボーイズスタジアムでは試合当日になって仮設スタンドの安全性に問題があることが発覚し観戦客の一部が正規の座席で試合を観戦できないという問題が発生約850人については別の空席に案内されたが残る約400人についてはスタジアムへの入場すらできない事態となったこのため NFL では この問題の影響を受けた観客に対し、希望者にはチケットを、額面の3倍の2400ドルで払い戻す、翌年のスーパーボウルに、招待する等の措置を取る方針を明らかにしているが、対象者のうち少なくとも2名が、この措置に納得せず、NFL やカウボーイズを相手取った訴訟を起こしている。NFL は、その後ファンの不満を受けて、 大体のスーパーボールチケットを希望する大会を選ぶこと2400ドルの保証金の代わりにその際の往復の飛行機代宿泊するホテルの手配を要求できるよう改めたありがとうございます